アラオンは大韓民国の祭氷研究船、極地調査船、韓国極地研究所が運用する。アラは海、オンはすべてを意味し、アラオンはすべての海を意味する。南極大陸沖のキング・ジョージ島にある韓国の南極基地、清掃基地との物資輸送用に使われる。その他、極地の科学調査や資源探査、北極航路の開発などが構想されている。 建造事業は2003年から開始。設計は韓国海洋研究院、局地研究所、サムスン重工業、STX 造船、韓国海事技術が、建造は、不残港にある、関心重工業四六造船所が行い、2009年に完成した。総建造費は1040億ウォン。船内に各種研究用のドライラボウェットラボを備えるほか、 南極基地への物資輸送のためコンテナを最大31個積載可能で、コンテナを揚陸可能な橋景を搭載している。アラオンは、船体が関心重工業四六造船所で建造され、2009年11月6日に、インチョン広域市にて、海洋研究院局地研究所に引き渡され、命名式が挙行された。二千九年十二月十八日に試験運用として、 初の南極航海を行い、最表能力試験と第二基地候補地の調査を行って2010年3月15日に新川に寄港した。翌2010年よりアラオンは実運用に入り、同年7月には初の北極海への調査航海を実施する。2011年12月、南極のロス海で氷山に衝突して浸水し、救難信号を発したロシア漁船スパルタの救助に、 当たった。南北の両局で調査公開を行い、さらに韓国第二の基地である超歩行基地への輸送任務が加わったアラオンは活動日数が年々増加して2013年には年間311日に達する過重な運用となったため、韓国の海洋水産部と局地研究所は新たに12000トン級の新型砕氷船の導入して、 北極海の航路及び資源探査に投入することを検討している。ありがとうございます。